私のリズムを戻してもらう。ポークチャップ来た。で、うわ。これからストリートドラム音楽鑑賞会を始めます。ストリートドラマーのリエさんです。北高小学校のみんな、こんにちは。こんにちは。めっちゃ元気。ストリートドラマーリエは知っていましたか？あ、いやね、そうだよね。あ、一人。YouTube とかね、見てくれてたってね、みんなの力を借りて、北海道でもストリートドラマーリエがもっと知られるように頑張るので、今日はみんな一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。沈むように溶けてゆくように。踊りたくなったら教えてね。ちなみに何の曲ダンスしたことある？え、そうだったの？本当？踊ってもらえばよかったね。今ね、誰かやってくれる子。お、いや、ゆうちゃんさん、ゆうちゃん、ここの前に来て踊れる？イエーイ。じゃあもう一回流すね。沈むよ、溶けてゆくように。私のリズムを真似しても、おポークチャップ来た。で、うわ、ポークチャップ来たよ。ポークチャップ好きな子、みんなにリズムチャレンジしてもらおうと思います。じゃあポークチャップにも来てもらって一緒にチャレンジしてもらおうかな。ポークチャップにドラムを叩きたいという子はいますか？じゃあ立って、叩きたい子。OK、1、2、3、4、5、6、7。あ、いっぱい増えてきた。じゃあ叩きたい子、順番に並んで、少しずつ叩こうか。私のこのスネアの、に合わせてみんな同じリズムを叩いてね。リズムがどんどん変わってくるから、それに釣られずにいろんなリズムを真似してください。ポークちゃんはテンポキープをしてもらいますので、ずれたらみんなずれちゃうから絶対にずらさないでね。 OK? 責任重大。そうそう、責任重大で、途中でみんなに変わってもらおうと思います。アンカーまで行ったらドラムソロが始まります。アンカーのこれに合わせて私が好きなリズムを叩くので、みんなも好きなリズムをそこで叩いてください。最後にってやるので、最後みんなでイエーイで終わってください。 OK、はい、じゃあポークチャップリンがテンポを出してくれます。よーい、スタート。
リズム感バッチリです。速攻賞のみんな100点満点ありがとう。スメガブロスタイルの皆さんです。イエーイ。レッツゴプリン誰かな、うん、そう、さっきからね、一番最初にね、ご挨拶を校長先生にしていただいて、すごい元気に楽しみにしてますって言ってたのに今いないんだよね。まさか、こんなに楽しみまさか、まさか、嘘、え、嘘だ、嘘だあOh!
ね、それだけ質問をしてもらおうと思っているんです。ドラマーになって大変だったこと、やっぱね、何かを始めるってすごい本当に大変なことばっかりだと思うのね。ドラムを始めてもう15年ぐらいやってるんだけど、例えばすごいいっぱい動かさないといけないから、いっぱい食べていっぱい寝ていっぱい笑って、おかげで楽しく元気にこうやって活動が、ね、できたりするんだけど、あと音楽だけでね生活をするのはねすごい大変なんだけど、応援してくれる方とかこうやって今日いっぱいねみんな楽しんでくれる方が増えれば増えるほど楽しくね活動ができるし、みんながねそれ応援してくれるおかげでこういう風に活動できています。なので大変なことはねあるんですけど、この15年ねずっと長く続けるっていうことがすごい重要だなと思って、みんなも何かやってることとかってあるかな、部活とか、うん、何やってる、あ、剣道やってる、いいね。で、なんかね、将来なりたいこととかね、こういうお仕事したいとか、こういうことやってみたいっていうね、ことが、もしある、ね、ある何です、何、お医者さんもいいね、ね、みんなね、うん、寿司屋さんもいいね、みんなね、なりたいものとかね、ある子はあるし、ね、今ない子も全然これからね、私も小学校の時は小学生の時何もこれになりたいっていうのが本当になくて、で中学生でやっとドラムに出会って、そうだんだんねこういう道に進んだっていうのがあるので、みんなも、今はねなりたいことなくても今後ねいつか見つかると思うからね、焦らずいろんなもの経験して学校生活を送ってくれたらいいなと思います。私もね何回かね諦めかけたんだけど、そのみんなのね応援でなんとか続けられたので、家族とかを先生とかも、信じてみんな、ね、守ってくれたり一緒にね寄り添ってくれると思うから、みんなのなりたいものにね向かって行ってくれたらすごい嬉しいなと思います。大変なこといっぱいあるけど、ね、みんなで支え合って頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。はい、校長先生が今サインをお願いしております。ありがとうございます。ありがとうございます。学校に飾ってもらおう。はい、はい、ありがとうございます。落としたやつ ね落としちゃったからね、一回こっそりちょっと校長先生に託しちゃおう。校長先生はこの後どういう風にするかは分かんないよ。校長先生家に持ってっちゃうかもしれない。いや、それはしない、それはしない。